にちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。高井郎が忙しすぎて、いやいや、この前も一人で踊ったね。ほんまに。まあ、あとマネージャーもちょっとす本業で忙しくてなかなか取れなかったのもあるんですよね。はい、これからちょっとまだどんどんこう YouTube 盛り上げていきたいと思ってますんで、はい、頑張りますね。はい、よろしくお願いします。見捨てずに。はい、ちょっとあんまりほんまに取れてなかったんですけど、もうめっちゃ元気にはしてたんで。刺激してましたよ、声枯れてるよ。いやいや、全然もうめちゃくちゃ元気よ。まあ、この前、井上尚弥選手が、井上尚弥選手、はい、すごい試合でしたね。やりましたね。え、あれ見てた、リアルタイムで。見てた、俺も見てた。もうすごかったな。俺、天神祭り行きの、なんか下で、その携帯で、なんかめちゃめちゃ電波あるって、天神祭りが。その日、まあ、人いっぱいあるしな。人多いし、もう、全然入ってけんか、止まったりとかして。6ラウンドぐらいがちょうど動き出して、7ラウンドぐらいに効かされてなかった。ああ、ちょっと危ないシーンもあったな。で、そのままジャボディジャンプからバーンストレート踏めて、ぶっ倒したやん。あの時も立ったもん、なおちゃん一人で。え、どこに座ってた？なんか椅子座っとって立ったうわーっつってゴリラ感じましたあ、そんな試合でしたね。いや、ほんまにもう立ち上がるぐらいね、もう熱狂してた。ゴール取れたけど、すごかった。あれ、1ラウンドからすごい面白かったですね、展開が。いや、ほんまに1ラウンドから4ラウンドまで、完璧に挑みながら、もうプレッシャーとパンチャーで、左の差し合いがやっぱすごいな、あのフルトンと。フルトンが結構、井上尚弥選手がやっぱ踏み込み早いから、入らせへんように、足を結構さ、前足でこう、入らせへんように、前足取っていったの分かる？めっちゃずっと邪魔してた足、はい、普通ってさ、こうオーソドックス同士で向かい合ったらこうなるやん。そうずっと足こうやって、はい、だから結構何回か井上選手こうつまずいたりもしてたし、まあ、何回か注意もしてて、途中ぐらいからまあなくなっていっとったけど、でそれもフルトンだから作戦やったんやろなと思って。いや、フルトンアーミーめちゃめちゃディフェンスうまかったよ。いや、それでもあんだけリーチの差あって、フルトンのパンチは届かへんのに、井上選手のパンチは刺さっていってたやんか。スピードやな、やっぱ踏み込みの差っていうか、あの距離感ほんまに抜群やん。抜群やし、ワンツーで終わるんじゃなくて、そこでボーンってもう一打みたいな。確かに、ほんまにもう全身バネみたいな。俺が思ったのは、アメリカの、言ったら2団体統一チャンピオンが、あんなアメリカの言ったらスーパーチャンピオン無敗のあんなチャンピオンが日本に来て試合するっていうだけでも、ほんまにすごいことやのに、あの相手を、まあ、あの倒し方で、もう文句なしやね、誰もが。誰も文句ないと。もう、バッチバチって最後。もともとね、バンダム、スーパーバンダムでやった山本さんから見たら、相手、どうする？いや、ほんまにもう考えられへん。どう戦う？いや、無理やな。何しても勝たれへんと思う。うん。パシ切れる？多分俺は続きありにでも勝たれへん。いや、ほんまに。いや、あれは。触られへんのちゃうかな。ほんまに、距離感がすごすぎる。そんで、5ラウンドぐらいから、シュートチェンジしたりしてる。フルトンだろ。いや、井上尚弥が。いや、フルトンがチェンジしていくやん。言うたら前半、あなたの変え方で、全くもうポイント取られへんくて、もう完全ペース握られてたやんか、フルトン。4ラウンド終わって、まあ、5ラウンドぐらいから結構前出てきたやん。あれなら何が知ってる？それ何が知ってる？なんで？1ラウンドから4ラウンドまでフルマックスに取ってやんか、ほんま、スピードも。でもこのままやったら井上尚弥は倒されへんのかって思ったやんか。ほんで、5ラウンドから来させるように、ギアを弱めて。そうやったんや。弱めて。フルトンが前に出ていったんじゃなくて、井上尚弥が打たせてたんや。打たせてて、すごない？マジか。それは知らない。来るようにやっとったらしい。そっからちょっと展開変わったもんな。でもやっぱこう、フルトンも前に出ていったら、それに対して井上尚弥全部合わしとって。すごいやんか。合わしとって。そうそうそう。やっぱそれ、あれはじゃあ、来るように弱めたらしい。そのフルマックスでいったら、倒すっていうか、このまま倒されたことだし、判定ではもうフルマックスで入らないかもしれないけど、そこで弱めたっていう技術、すごい打たせてたね。でも、まあ、ちょっとなんか危ないシーンとかもあったやん。7ラウンドな、でも右回復しっきり右バーンって結構左下下げてたやんか、あれも作戦やったらしいねんけど、
右もらってで結構なんか井上尚弥選手も効いてんかなとか俺も思ったちょっと思ったやん帰りの足がちょっとなんか重たそうに見えてやっぱフルトンもさすがめちゃくちゃ強いなと思って、うん、これちょっとどうなるかこのなんで後半戦7から後半戦やんかどうなるか分からんなと思ってての矢先の8ラウンドやったからボディ見せといていやあれはすさまじかべたよそいでいくとあれほんまようやるもんな井上さん、うん井上選手、この下見せて、この内訳あれすごかったね、しかもあの右あったやんかでもあれでももうほっとっても倒れそうなところに飛び込んでくるあれしかも左フックしっかりクリーンヒットさせてたようわすごいよなあってかんやばいだってあんなフラフラフラでこうなってるところにしっかりとどめの一発っていうかバチコーンなんなのあれはほんまに化け物ほんまに強すぎるあれどこ俺もうほんまにどこまで行くんかなってもうそればっかり思うもうやばいやんまあ多分4団体は多分ね俺次の相手、ね、何誰やったっけタパレスタパレスってマーロン・タパレスタパレスとフルトンがやってもうフルトン勝つと思うねそれはフルトン勝つと思うフルトンもめっちゃ強いですもんねフルトン勝つと思うねめっちゃ強いだからもっと早い段階で俺圧倒すると思う次4団体そういうタパレスは強いけど、うん、なんかまあ、俺が言うのもフォーマシーっていうのあれやけどなんていうのまだいけるやんまだチャンスいけるとは思わんけどあの穴があるまだ高井が例えばやったりとかしたらワンチャンあるいやそんなまだ何パーはあるやんあのほんまにそんなの 0.1% ぐらいしかないけどそんなやって多分 20% ぐらい勝てると思うよいや思ってでも高井はパンチがあるからいや現役の世界じゃん勝たれへんじゃあその現役であ現役だけどまあ、あれでも相性もあるしまあでもタパレスはまだ穴があると思うんで井上の方が穴がないやんはいもうなんていうのどこ取ってもなんか強いみたいなもうほんまにグラフで言ったらもうオールマックスみたいなほ、うんで、まあ、どの階級ぐらいまでいくと思ういやでもこの前のスーパーバンタム級でもやっぱり対戦相手でかいなって俺は感じたから、うんうん、やっぱ体格差ってでもほんまにこのボクシングとかで言ったらめちゃくちゃ大きいからほんまに5キロとか変わったら2階級、3階級変わるわけやから感情全然変わるしそうそうそう、うん、でも体もやっぱりほんまに一回り、二回りでかく感じるやんか、うん、俺もあのバンタムでやって最後はスーパーバンタムとかでやってたけどスーパーバンタムになったらやっぱ相手めっちゃでかいもんなでかいけど、今ライト級ぐらいでやってたよ今考えたら、今考えたらミドルで確かに、怖いけどよく考えたらまあでも、スーパーバンタムで今はなんか、うんとりあえず作り上げてほしいな、まあ、そんななんか高い木をこう行くんじゃなくてでも多分相手おらんで多分大体だっても井上なのが圧倒するからみんなは多分フェザー級とかそっち側に行ってくれる方が多分ねもうね4団体統一したらもうほんまに誰も相手にならへんでもう勝手当たり前みたいなスーパーバンタム級で井上尚弥選手減量全然ないいやあると思うよ多分そんな落としてないのああもう60ぐらいだった5キロとかやんか、うん、いや60もないんじゃんこの前あの大橋ジムのあの子来とったタック、うん、タックが言ってたけどそんな現場にも言ってた、うん、スパーリングとかもするらしいんでライト級ぐらいとかあの子ライトフライ級フライ級かな、うん、本気で殴られたら 3発あったら殺されるって言ってたほんまに人が死ぬパンチ打つらしいえぐいらしいそれは折れるで折る折れた確かにまずはレベルちゃうけど、ほんまにあの2階級ぐらい上の選手 あの腕、ブロックした腕、あのスパーリングで折ったらしい。スパーリング重要だよ。やばない、腕折れんねん、ブロックした腕折れんねん。どんなパンチなの受けてみたらよ、ちょっと。受けてみたくないよ、死ぬで。いやほんまに、でも、まあ、井上尚弥選手はもう今回、もうさらなるね、やっぱモンスターぶりを。なんか分からんけど、うん、なんか例えばパッキャオって、うん、もうフライ級ぐらいやんか、うん、結構パッキャオと井上尚弥は気楽されること多いと思うアジアで、うんうんまあ、パッキャオはウェルターとかスーパーレターとかやんか、うん、確かにあれってだから井上尚弥が選手がどこまで行くんか、うん、俺めちゃめちゃ楽しみやねんか確かにパッキャオってもともとライトフライ級の選手やんフライ級ですよじゃあライトフライ系あ、そうなそれフライで世界チャンピオンあ、そうなフライで世界チャンピオン初めてなってそっからスーパーパンダもそこ上げてんねん
カマセイヌで呼ばれて、ほんで食って、うん、次フェザーで、あの誰や、メキシコの英雄とかを倒しに行って、マルケスとか、あのバレラとか、ちょっと覚えてみ、バレラ、バレラ、マルコ、アンティナバレラ、バレラ、そうそう、バレラを食って、うん、そっからバーンってなって、ほんで、ライト級とかも取っていって、ミドル級の世界チャンピオン、元、デラフォーガン、当時、スーパースター、6階級世界チャンピオン、デラフォーガンと、デラフォーガン、パッキャオがやって、これ、もう体格差があるから、パッキャオは明らかに絶対フリーやろっていう状況やって、それで、ボッコボコしてる。見た、その試合。もうびっくりしたもん。でも井上ならその選手はその素質あるよ。確かに。なんかボクシングのこと喋ってるホスト、生き生きしてる。生き生きしてるわ。まあ結論から言うと、うん、誰もが手つけられないヘッドコーデで来てくれる。大リーグの選手は井上ならと大谷翔平は日本の宝です。いやほんまにね。いやどこまで行くか楽しみですね。なんか自由があるな、そう考えたら。パッキャオとか、なんか考えたら。だからパッキャオってすごいことになってるよ、うん。フィリピンの資産の、なんか、6分の1ぐらいなんだと思ってるぐらいで、ね、活動して。でもあの人、寄付してんだよ、うん。よくわからない。よくわからない。どうぞ、これ、これやな、これ。これ、ここを見て、あの、ペロンだね。このチャロンに気になる。うん、これ、見せてもらえ。